はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、ロヒンギャ問題わかりやすくの3回目ということでお話を聞いていただきたいと思います。はい、ロヒンギャ問題わかりやすくということで、今回は第3回ですね、今後の解決法というのを考えていきたいと思います。で、まあ、2つ考えていくことになるんですけど、1つは理想的な解決法ですね。もう一つは現実的な解決法ということになります。で、理想的な解決法っていうのは、まあ簡単に言うと頭の中で作られた解決法ということですよね。まあその概念としての解決法です。ね、頭で考えたときに、まあこうすれば一番いい形になるんじゃないかというふうに、まあ、考えられた概念上の解決法ですよね。それに対して現実的な解決法っていうのは、まあ、実際頭じゃなくて体ですよねを使って実際じゃあ何ができるのかと、ね、実際できることは何かっていうのが、まあ、現実的な解決法ということですよね。で、私たちの人生っていうのは理想に向かって現実を生きていくというのが、まあね、人生ですから、どっちかだけだったら、ね、うまくいかないんですよね。理想だけ語ってて現実何にも行動してないということであればやっぱりね、何も変わらないし、逆に理想を描かないで逆に現実だけだったとしてもやっぱり何も変わらないんですよね。だから理想というこっちの方に行けたら最高だというのを思い浮かべた状態で、その方向に、まあ、一歩でも半歩でも1センチでも1ミリでも近づいていくために何か具体的なことをやるというのがね、私たちの人生の歩みということになるわけです。だから両方いるんですね。理想があって現実の行動がなければ何も変わらないし、逆に理想がなくて現実だけだったとしてもやっぱり何にも変わらないんですよね。あくまでもこっちの方向に行くべきだ、行った方がいいという理想があって、その理想に向かって、じゃあ実際今日何しますかという、その両方をやっぱり考えていくということが大事だと思います。で、そうしたときに、まあ、理想の解決法と現実の解決法、頭による解決法と体による解決法ですよね。ということで、考えていきたいと思います。で、まず頭の方なんですけど、要するにこう理想ですよね。頭でこうすればね、問題が解決されていくんじゃないか、事態が良くなっていくんじゃないかっていうことなんですけど、実際このロヒンギャ問題というのを解決に導くことができる立場にいる人っていうのは、まあ、全世界74億人で1人しかいないんですよね。このロヒンギャ問題を今この瞬間に、まあね、解決の方向に導いていくことができる立場にいる人っていうのは、ね、全世界で1人しかいないわけです。それは誰かっていうと、アウン・サン・スー・チー最高顧問ですよね。ミャンマーの実質的最高指導者であるアウン・サン・スー・チー最高顧問。彼女しか、ね、実際は問題解決を、ね、直接やるということはできないということです。まあ、彼女が唯一その解決のための立場に立っているということです。ですから理想の問題解決法っていうのは、もしアウン・サン・スー・チー最高顧問だったらどういうふうにするかというのを考える必要がありますよね。もしアウン・サン・スー・チー最高顧問だったらどうするかというのを考えるというのが、まあ、理想の問題解決法ということになります。ね、そうした時に、ね、まあ、指導者しかできないことっていうのは一つしかないんですよね。彼女がまあ実質ミャンマーの、ね、指導者であり、ね、最高指導者であって、まあ、指導者しかできないこと、そして指導者にとって一番大事なことっていうのは何かっていうと、もうこれは決断です。決断、ね、決めて立つと。要するに今まで曖昧だったものを、ね、はっきりさせるということですよね。もう左じゃなくて右なのか、右じゃなくて左なのかっていうどっちかの選択肢を立って、でね、進むべき方向をはっきりと明示する、それがもう指導者の、ね、がするべき最も大切にして、それだけが指導者しかできないことなんですね。後のことっていうのは、後の細かい決断以外のことっていうのは他の人でもできるんですよ、ね、他の人でも、ね、その組織の2番手の人たちだったとしても3番手の人たちだったとしてもできるんですよね。いろんな仕事っていうのはいろんな人ができるんですけど、指導者しかできないことっていうのは決断なんですよね。決めて断ち切ってこっちじゃないこっちですというふうに方向を指し示すというのは、これは指導者しかできないし、指導者が唯一、まあ、
やることにして最大で最も大事なことということになります。で、今回のロヒンギャ問題に関して言うと、結局ね、曖昧なものが多すぎるんですね。例えばそのロヒンギャという人たちはミャンマーの国民なのか国民じゃないのか、ね、ミャンマー国民なのかそれともミャンマー国民じゃないのかということですよね。それはまあ曖昧にしてるわけです。少なくともミャンマーという国の中においてはそれをはっきりさせてないんですね。白黒はっきりさせてないわけです。だからそれをはっきりさせるということが大事ですよね。例えばミャンマーの国民ですと、ね、だから当然ロヒンギャの人たちの人権っていうのは、ね、他のミャンマーの、ね、その多数派である仏教徒たちと全く同じだけ、ね、最大限尊重されるものなんだっていうふうなのも一つの決断です。で、全く逆で、いやそうじゃないと、ね、ロヒンギャの人たちは、ね、ミャンマーの国民ではありませんと、ね、彼らは、ね、要するに不法滞在をしてるんですと、ね、不法滞在をしてるのでミャンマーの人たちとは明らかに人権という意味で、ね、差がありますと、ね、制限をがありますというのであれば、それはそれでまた一つの決断なんですよ、ね、だからそれはっきりさせるっていうことですよね。はっきりさせれば、そのはっきりさせた後っていうのがね、つながっていくわけです。ところが曖昧だったら、ね、結局それをこうモヤモヤな、ね、状態にしていると、もう問題を先送りすることしかできないんですね。もうずっと曖昧な状態を先送り先送り先送りっていうふうにしていくしかないんですよ。ね、だから、ね、基本的には決断して、ね、はっきりさせると、今まで曖昧だったものに明確に線を引いて白黒はっきりつけると、でそれをこう指導者が、ね、自分の責任でやっていくということが一番大事なんですね。で、なんで決断できる指導者と決断できない指導者というふうにいるのかっていうと、結局決断すると必ず批判が起きるんですね。100% 批判が起きます、ね、左を切って右に行けば左が良かったっていう人たちから必ず批判されるんですよ。で、逆に右を切って左に行けば右が良かったっていう人から必ず批判されるんですね。だから決断すると批判されてしまうんですよ、ね、でこれを先送りすれば、ね、左もいいけど右もいいですよねと、いや右も捨てがたいけどやっぱり左もいいですよねとかってやってれば、まあ、両方から非難されないで済むんですね。だから多くの指導者っていうのは結局決断しないで先送り先送り先送りをして、まあ、自分の任期中を、ね、そのつつがなく無難に過ごそうという、まあ、そういう、こう指導者がまあ多い、割合としては多いわけです。で、だからなかなか決断っていうのを、したがらないわけですけど、で下あの上が決断しなければ下は動きようがないんですよね。で、結局左に行けばいいのか右に行けばいいのかがよく分かんないわけなので、まあ、動きようがないわけです、ね、だから指導者の唯一にして最大最も大事な仕事っていうのは決断することであり、これは言い方を変えるならばもう批判されることそのものが仕事だってことなんですよね。ね、左を切って右に行けば、ね、切られた左を支持してた人たちから批判されるわけですよ、ね、で指導者にとって一番大事な仕事っていうのは決断することだっていうことでいけば、ね、言い方を変えたら批判されるのは仕事だっていうことなんですね。で今回のロヒンギャ問題に関して言うならば、もしロヒンギャの人たちを大事にして、ね、このロヒンギャの人たちは、ね、私たちミャンマー国民のね、人たちであり、ね、これから最大限、ね、ミャンマーの人たちと同じように、まあね、基本的人権というのを尊重していきますというふうな決断をすれば、ね、まあ、世界、特にヨーロッパ、アメリカに多いですけれども、世界先進国のいわゆる人権派ですよね、人の人権というのをすごく大事に考えている、いわゆる人権派の人たちからはすごくこう、ね、歓迎されるし、称賛されるはずなんですよ。さすがアン・サン・スー・チー最高顧問と、ね、さすがノーベル平和賞受賞者ということで、ね、すごくこう、ね、称賛されると思うんですね。その代わりミャンマー国内の多数派である仏教徒の人たちから猛烈な批判が来ます、ね、猛烈な批判が来るわけです、ね、もうそれは容易に想像できますよね。
で、逆の決断をしたとしたら逆の結果になるわけです。そうじゃなくてロヒンギャの人たちは、ね、ミャンマーに不法滞在をしている人たちなんですと。これは、ね、私たちミャンマー政府は彼らを正式なミャンマーの国民だというふうに認めることはできない。特に、ね、反政府組織があって反政府活動をし続けている間は余計に、ね、彼らを、ね、そのミャンマーの国民というふうに正式に認めるわけにはいかないし、ミャンマーの人たちが持っている基本的人権を同じようにロヒンギャの人たちに、ね、認めるってことはできないというふうに決断したとしたら、で今度はさっきと逆です、ね、そしたらミャンマー国内の、ね、多数派である、ね、多数民族である仏教徒の人たちからはさすがアウン・サン・スー・チー最高顧問というふうに称賛されるわけですね。さすがよくわかってると、ね、本当にその通りだと、ね、よく言ってくれたと、ね、いうふうになるわけですね。しかし逆に、まあ、世界特にヨーロッパアメリカに多い、まあ、人権派の人たちからすると、ね、もうとんでもない批判が来るわけですよ ね。アウン・サン・スー・チー最高顧問は、ね、かつてノーベル平和賞を受賞していたにもかかわらず、ね、なんて、ね、ひどいことを言うんだということで、ね、もう猛烈な批判が来るわけですよね。だからどっちで決断しても必ず批判は来るわけです、まあ、そういう意味ではね、引くも地獄進むも地獄という感じですよね、まあ、どっちを選んでも猛烈な批判が来るわけです。しかし、ね、それだったとしてもやっぱり指導者しかできないことっていうのは決断なんですよね。今まで曖昧にしてたこと、特にミャンマーという国は、ね、ずっと軍が政治をしてましたから、ね、アウン・サン・スー・チーさんは、ね、長年軍によってこう、ね、自宅軟禁されていましたよね。だから、ね、そう軍によって、ねまあね治められていた国なので、まあ、そういったこう、ね、人権とかっていうのがやっぱ発展途上の国だったりするわけですよね。だから曖昧なものが曖昧なまんまになってしまっているわけです。でもしその、ね、アウン・サン・スー・チー最高顧問が、まあ、自分が必ずこの問題っていうのをはっきり、ね、決着つけると、ね、物事を前に進めると問題解決に進み続けるということであればやっぱり決断するしかないわけですよ。もうこれは指導者しかできないですからね。その立場にある人しかできないことなので、やっぱり彼女しかできないことを彼女がやるということが、まあね、問題解決の、ね、一番大きな鍵になってるわけです。で、まあね、この動画を話している今この瞬間でいくと、ね、アウン・サン・スー・チー最高顧問はあまりこのロヒンギャ問題を、ね、積極的に、まあ、自分の責任で解決しようという形にはやっぱりこう外部の人間からすると、まあ、見えないですよね。非常にこう消極的というふうに、まあ、見えます。まあね、もちろん何もやってないわけではないわけですけど、明らかにあんまり本格的に、ね、解決に、ね、本腰を入れて乗り出している感じではないですよね。なぜかっていうと、まずロヒンギャという言葉を絶対に、ね、彼女は口に出さないですよね。要するに、ね、問題に関してこう、ね、直接的な言及ですよね。私たちの国ではこういう問題が起きているっていう方に、ね、こうはっきりとした物言いをしないんですよ。で間接的になんかね、結局ロヒンギャ問題のことを話してるんだけど、なんか間接的になんかねちょっとこうね包んでこう、話したようなちょっとこう間接的な言い方しかしないんですよね。それはこそ彼女が国連で演説した時もそうですし、何かね、立場なんかね、例えばアメリカの、国務長官が訪ねてきた時とか、ね、例えばそのローマ法王ですよねが訪ねてきた時とかも、やっぱりその直接的な話っていうのはやっぱりしないというところがありますね。まあ、直球でね、私たちの問題はこういう問題が起きていて、だからこういう状態に向かってこういう解決策を今からやっていきますみたいな、まあ、そういうこうはっきりした、ね、直接的な説明というのが、ね、彼女はまあしないと。で間接的なとことはいろいろ話はしてるみたいなんですけど、直接的に、まあ、ロヒンギャという言葉は絶対に口に出さないし、まあ、表現としてもね、まあ、結局ロヒンギャ問題のことを話してるんだろうけれども、それについてこう明確にこう、ね、ストレートで説明するということをしてないということですよね。あとはそのね、そう世界に対して、あと国連に対して情報を出さないですよね。ロヒンギャ問題に関してミャンマーからは実際は情報が出てこないわけですよ、ね、ミャンマー政府としてのその見解とかね、情報の開示とか、まあ、そういったのがね全然出てこないんですよね。だからロヒンギャ問題っていうのはミャンマー以外の国からの、ね、報道でしか、ね、実情っていうのを知ることができないと。
いうことですよね。まあ、特に人権なんかに非常にこう、ね、高い興味関心を持っている、ね、イギリスとか、まあ、そういったそのイギリス系 の,、ね、あの BBC とか、ああいったまあところからしかなかなか情報というのがこう出てこないということですよね。こうミャンマーからはなかなか情報が出てこないと。ね、どっちかって言ったらなんか、ね、こう隠しているっていうか、こう、ね、こう蓋をしているような感じなんですよね。それでなんかね、ちょっとこうアウン・サン・スー・チー最高顧問が、ね、この問題を自分の責任で、ね、本格的に積極的にこう解決に乗り出しているという感じが、まあね、少なくても受けられないということですよね。なので、まあ、結局この問題が解決するかどうかっていうのはやっぱりね、彼女にの決断にかかっているところがあるので、ね、まずはやっぱ情報を開示してほしいということですよね。全世界に対して、そして国連に対してね、まあ、国連のね、その査察というのもね、頑なに拒否していますよね。ね、そういったところでやっぱりね、こう情報開示しないとやっぱ問題解決に進んでいかないですよね。まあ、例えばその病院で考えるとすぐわかると思うんですけど、病院でね、いきなり解決策を出すってことはね、ないんですよ。お医者さんがいきなり解決策を提示するってことはないんですよ。ね、やっぱりね、その解決策を提示する前に、やっぱりね、徹底的に検査しますよね。で、情報を集めるわけです。体温が何度なのかとか、体重が何キロなのかとか、血圧がどうなのかとか、ね、そのレントゲンの結果はどうなのかとか、心電図の結果はどうなのかとかね。とにかく検査できるだけ検査して、ね、一体何が本当の原因なのか、ね、今どういう状態が起きているのかっていうのを、やっぱ徹底的に情報を集めるなら集めて、ね、いきますよね。で、それで結局、ねね、そのお医者さんが集めた情報をもとにして、こう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 いう理由だから、ね、これからは薬で、ね、治療していきましょうとか、こう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 いうことで、ね、これからは、ね、その放射線で治療していきましょうとか、こう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 いう理由で、ね、手術が必ず必要ですとか、っていうことで解決策っていうのを出しますよね。情報が分かんない状態では、やっぱり解決策っていうのも出せないわけです。で、そうすると、やっぱミャンマーという国が今ね、この問題をこう蓋をしようとしているところがすごくあって、あんまりこう積極的に情報を出さないし、その国連の査察っていうのをやっぱりこう受け入れないとっていうところがあるので、ちょっとやっぱりね、こうアン・サン・スー・チー最高顧問は、まあね、外から見る限りは自分の責任でこの問題っていうのを本格的に、ね、解決しようという、まあ、姿勢っていうのがやっぱり見えてこないということですよね。だからまあ理想的にはやっぱり、まあね、まず徹底的にやっぱり情報を開示して、やっぱりね、たとえ見たくない現実だったとしても、やっぱ真実をまあ直視して、それをやっぱ世界にやっぱりね、出すということが最初だと思うんですよね。そしてもうはっきりさせるということですよね。もうどっちで決断したとしても、どっちかからは猛烈に批判されるのはもうこれ仕方がないです。それはもう指導者の宿命ですよ ね。だからそのどっちで決断してもいいんですよね。それやっぱ決断っていうのは、やっぱ指導者が何か決断したということであれば、やっぱりそれは尊重されるべきものです、ね、批判する人たちっていうのは、やっぱりどこまで行っても外野なので、ね、責任持ってないですよね、批判する人たちっていうのはね。実際責任を取るのは決断した指導者本人なわけです、ね、なので結局そのね、決断した後の結果っていうのに対してやっぱり責任があるわけですから、どっちで決断したとしてもね、それはその決断の、をしたと、指導者が決断をしたということに関してはやっぱり尊重されるべきものなんですよね。ね、だからどっちでもいいんですよ。まあ、彼女が一番ね、当事者であり、ね、一番真剣にそのミャンマーという国の、ね、これからの、ね、平和と発展っていうのをね、一番願っている人ですから、まあ、その人が徹頭徹尾考えて下した決断であれば、それはもうね、どっちで決断したとしてもね、最大限尊重されるべきものですよね。特にやっぱりね、その批判する人たちっていうのは外野なので、難民問題とか本当難しいんですよね。ね、だからそのヨーロッパアメリカにはその人権派って呼ばれる人たちってすごいたくさんいるんですけど、まあね、はっきり言ったらやっぱその他人事であればやっぱ簡単に批判できるわけですよね。自分たちのことじゃないですからね。だからその例えばね、そのドイツっていう国があって、ね、ドイツでメルケル首相がね、そのドイツという国は難民を、ね、積極的に受け入れますというような発表を、まあね、以前したことがあったんですよね。で、そしたらの、ね、世界中の人権派の人たちがものすごいそのメルケル首相を大絶賛したわけですよ。で、そんなことを宣言する人っていうのは、まあ、メルケル首相しかいなかったですから、ね、普通はもうね、難民っていうのは受け入れたくないですよね。ね、いくら難民の人たちがかわいそうだからって言ったとしても、ね、どっか他のね、どっか別の国が引き受けてくれてたらいいなっていう感じですよね。
まあ、だって日本だって全く難民は受け入れてないし、移民だったとしても、移民の人が日本に入ってくるって言ったとしてもね、世界最高級で入ってくるのが難しい国ですよね。日本だってやっぱりね、人のことは言えないわけです。別に日本は難民の受け入れを積極的にやってるわけでもないし、移民だってね、ほとんど受け入れたくないっていう国ですから、まあね、それはもう難民、移民をできることならば自分たちの国で引き受けたくないっていう人たちの気持ちっていうのは、まあ、容易にわかるわけですけど、ね、その中でまあドイツのメルケル首相は、ね、ドイツは難民を受け入れますというのをまあ、ね、宣言したわけですよね。そしたらまあね、世界中のそのいわゆる人権派の人たちっていうのはまあ大絶賛したわけですよね。もう世界中からね、称賛されたわけです。しかし、ね、それは理想的なことであって、その後まあメルケル首相は大変な目に遭いますよね。ね、もう本当にね、いきなり90万人ぐらいの難民がドイツに殺到してきて、ね、もうとんでもない大混乱が起きたわけです、ね、そしてもう慌ててね、結局元の通り、まあね、年間20万人ぐらいまでっていう形で難民の、ね、受け入れをまあ制限するというのにまあ戻したと。しかし、まあ、それで結局ね、90万人ぐらいの難民が殺到したことによって、まあ、ドイツがねもう一時的に大混乱に陥ったことで、今この動画を話しているこの瞬間でさえ、メルケル首相は、まあ、結局連立政権を組むことができないで、まあ、ドイツの政治っていうのがまあ停滞したまんまということですよね。で、このドイツの話から一体何が言いたいかっていうと、要するに外の人たち の,、ね、その批判とか称賛っていうのは最終的にはね、あんまりこう当てにならないってことなんですよ。っていうことがね、まあ、ドイツの例で言いたいことなんですね。ね、これ結局その難民受け入れますっていうのは言葉が非常にこう綺麗なので、ね、だからまあ称賛はされるわけですよ。さすがメルケル首相ということで、まあ、称賛されるわけですけど、でも実際その結果はまあとんでもないことになったと。しかしそのとんでもないことになった責任はメルケル首相一人が負ってるわけですよね。そのあの時称賛した人たちは別に責任を負ってないわけですよ、ね、だから何が言いたいかっていうと、結局外の人たちがする称賛も批判も簡単に言ったら幻想だってことなんです、ね、称賛されたからって言ってその後の結果がすごいね、良くなるかって言ったらその保証は全くないしね、仮にみんなから大反対されて批判されたからって言ったとしてもその後の結果が、ね、悪い結果になるという限りではないということなんです。やっぱりその国の、ね、指導者ですよね、まあ、どの組織にとってもそうですけど、まあ、どの組織の指導者っていうのはやっぱりその組織の、まあ、一番、ね、真剣に考えてる人ですから、まあね、その組織、まあ、国でいけばその国の未来ですよね、っていうのを一番真剣に考えてるわけで、ね、その一番真剣に考えてる人が、まあ、下した決断っていうのはやっぱり尊重されるべきものだし、ね、その決断の結果っていうのはやっぱりその指導者が追っているわけですよね。周囲の、ね、批判も称賛も基本的には幻想と、ね、批判されたからダメな決断だったっていうわけではないし、逆に称賛されたからその後の結果がすごくうまくいくというわけでもないということです。なので、もしそのね、アウン・サン・スー・チー最高顧問が本当にこの問題っていうのを、まあ、自分の責任で、ね、解決していきたいということであれば、やっぱりどっちかっていうことを、ね、決断してはっきりと明示するっていうことがまず最初だと思うんですよね。そうすればね、猛反対とか猛批判されるわけですけど、しかし確実に前に進みます。で、決断っていうのはね、間違った決断だったとしても、ね、しなかった決断よりはね、もう100倍、1000倍いいんですよ。ね、一番最悪なのは決断しないことなんです。決断しなければ、ね、もう永久にその問題は先送りです。で、絶対解決されることはないんですよ、ね、右もいいけど左もいい、左もいいけど右もいい、左もいいけど右もいい、右もいいけど左もいいとかってやってたら、ね、結局どっちにもいけないんですよね。だから絶対解決しないんですよ、ね、物事が解決しない唯一の方法というのは決断しないことなんですね。問題を先送りし続ければ絶対問題は残り続けて解決しないということです。で、決断すれば、ね、必ず前に進むんですよ ね。もし左を切ると右に行くと決めたならば、ね、右に行けるんですよ。で、もしかしたら右は行き止まりだったかもしれないですよね。間違った決断するかもしれないわけですよ。しかしそしたらもし行き止まりだったならば、ああ右は間違ってたんだってことで、今度は左に行くことができてやっぱり前に進めるんですよね。だから決断っていうのはしないことが最悪で、ね、決断のね、もうどっちかっていう決断をするってことが大事で、間違った決断だったとしてもしなかった決断よりははるかに100倍1000倍1万倍いいと
いうことなんですね。必ず決断するために前に進み続けることができるということです。だからまあ理想的な、ね、問題解決法としてはやっぱりアウン・サン・スー・チー最高顧問がまあ覚悟を決めて腹を決めてね、責任を持ってやっぱ決断して開示できる情報というのは開示して、そして何よりもやっぱご自身の言葉で直接ね、その国際社会に対してやっぱり説明をするということが、ね、一番大事だというふうに思います。まあ、今までのところがまあ理想的な問題解決法ですね。でこれからはまあ具体的なその、ね、実際の解決法ということになるんですけど、とはいえ、ね、全世界74億人でまあ問題解決に当たることができる唯一の、ね、人がまあアウン・サン・スー・チー最高顧問だったとして、まあ、それ以外の人っていうのは、ね、直接解決する立場にはまあいないわけですよね。じゃあその、ね、まあ、私たちは、ね、一体何ができるのかと、ね、具体的にね、ただ単に、ね、その評論するだけだったら何にもならないんですよね。評論するだけだったら何にもならなくて、まあ、結局外野と、ね、してなんか一つ話をしたっていうだけなわけで、じゃあ実際私たちがね、何か、彼ら彼女たちロヒンギャの人たち、ね、難民の人たちに何かできるかっていうことですよね。難民ってね、結局全世界に本当に何百万人って、いたりするわけですけど、ね、まあ、その半分の 50% が子どもたちなんですよね。まあ、これが本当にいたたまれないという感じですよね。ね、まあ、何の罪もないですよね、子どもたちはね。本当にね、どの国に生まれてきたのかとか、どの親元に生まれてきたのかっていう、本当にその運だけっていうことなんですよ。だからそうした時にね、まあ、実際この問題を直接解決できる人っていうのがアウン・サン・スー・チー最高顧問しかいないわけですけど、じゃあそれ以外の、ね、人たち、まあ、私たちで何ができるのかということですよね。実際自分たちの体を使って何ができるのかっていうことなんですよね。でそうした時にね、やっぱり一人の、ね、人物っていうのがお手本としていると思うんですよね。それはマザー・テレサという人で、ね、まあ、こういった難民とか、ね、貧しい人たちのことを考える時に、じゃあマザー・テレサだったらどういうふうに考えるんだろうっていうのは、まあ、すごくね、大事な物事を見る視点だと思うんですね。でそうした時に、まあね、マザー・テレサっていう人はまあ非常に有名な人ですから、ね、まあね、ご存知の方も多いわけですですけれども、ね、ある時ね、まあ、彼女が生きてる間生前に、ね、アメリカのね、ニューヨークの、ね、なんかすごくこう志が高い、ね、夫婦からね、まあ、連絡が入ったっていう話があるんですよね。でそれはどんな話だったかっていうと、まあ、アメリカの、まあ、ニューヨークに住んでるね、その夫婦がね、ね、マザー・テレサに対して、いや、あなたのね、やってる活動は本当に素晴らしいと、ね、だから私たちにもあなたのね、活動をお手伝いさせてくださいと。で何をすればよろしいですかと、ね、何をすればあなたの助けになりますかというふうに、まあね、言ったという話があるんですよね。そしてマザー・テレサが、ね、まあ、はっきりと、ね、きっぱりと言ったんですよ、ね、あなたたち夫婦が、ね、まあ、この、ね、インドの貧しい地域に来ていただいても、まあ、正直足手まといですと、ね、いうふうに言ったんですよね。それよりは、ね、あなたたちが直接、ね、来てくれるんだったら、ね、それよりはあなたたち夫婦2人の、ね、航空券代金を、ね、このインドに送ってもらった方がはるかに助かりますというふうに、まあ、マザー・テレサが言ったんですよね。で私はこの話っていうのはやっぱり ね、すごく大事な話だというふうに思っていて、やっぱりね、こう何らかみんなね、心の奥底にね、なんか志っていうのがあって、なんかね、人の役に立ちたいとか社会に貢献したいっていう思いはね、みんな持ってると思うんですよね、心のどこかでね。だからそのアメリカのニューヨークの夫婦みたいに、何かね、すごく大変な人たちの存在を知ったとか、その大変な人たちを支援してる、まあね、尊い活動をやってる人たちを知った時に、なんか自分もね、できないかっていうふうに考えたりするわけですけど、でもやっぱりね、マザー・テレサが言う通りだと思うんですよね。結局、ね、貧しい人たちを助けるって言った時は、その貧しい人たちを助けるためのやっぱ専門の知識とか技術とかね、あとはやっぱ経験とかね、やっぱそういったものがいるわけですよね。ね、今回の問題、ロヒンギャという問題でいけば、やっぱ難民の人たちを助けるためには、やっぱ難民の人たちを助けるためのやっぱ、ね、専門的な知識とか技能とかね、それこそ医療とか衛生とか、ね、そういった専門的な知識技能っていうのがいるし、やっぱ経験っていうのがいるわけですよね。でその、ね、専門的な知識とか技能とか経験が全くない人間が、ただ思いだけで、ね、何かしに行ったとしても、まあ、はっきり言ったら現地で行けば、まあいい迷惑と、一体何をしにあの人は来たんだろうということにやっぱりなってしまうわけですよね。
で、そうした時にやっぱりね、まあ、そのマザー・テレサがね、あ、それぐらいだったらね、あなたたち夫婦2人の、ね、航空券代金を送ってくれた方がはるかに助かると言ったように、やっぱりね、このロヒンギャの問題でやっぱ難民の人たちにね、今この瞬間やっぱりね、あの一生懸命ね、助けをしている、援助活動をしている人たちにやっぱ資金の援助をするっていうのがね、一番こう現実的だし、一番ね、やっぱりその相手の役に立つことだというふうに思うんですよね。だから私たちが、まあ、もしね、このロヒンギャ問題に対して何かできるというのであれば、やっぱりそのね、例えば国連難民高等弁務官事務所ですよね、まあ、国連の難民の専門機関ですよね、国連難民高等弁務官事務所とかに対してね、やっぱりその資金の援助をする、まあ、具体的に言えばお金を寄付するというようなことっていうのは、まあ、実際にできることですよね。実際にそのね、相手の役に立つ、まあ、社会の役に立つために実際にできることですよね。で、私はやっぱりそういった自分が本当に、ね、できることっていうのをね、どれだけ小さかったとしても実際やるということがやっぱり大事だと思うんですよね。そんな小さなことをやってたって物事は何にも良くならないだろうとか思ってたとしても、ね、実際それをやるっていうことがやっぱりそのね、地球の、ね、進化であり人類の進化だったんですよね。ね、ある一人の、ね、人が決断した、そしてある一人の人が行動した、その決断その行動っていうのがどれほど小さなものだったとしても、その小さな決断小さな行動っていうのが積み重なって結局ね、人類っていうのは進化し続けてきてるし、地球っていうのは進化し続けてきてるわけですよね。だから小さいことだからやらないっていうのであれば本当に何も前に進まないわけですよ。で、小さいことだけれどもやるということですよね。ね、それが1人だったら2人3人っていう形でやっぱりね、こう積み上がっていくと、やっぱりその小さなことが積み上がればやっぱり大きなものになっていくわけですよね。だからもしアウン・サン・スー・チー最高顧問であればできることっていうのはある。しかしアウン・サン・スー・チー最高顧問で実際ない私たちができることって言ったら、やっぱりこのロヒンギャ問題というものに対しても、今世界でこういったことが起きてると、ね、その第二次世界大戦終了後70年間で、まあ、最悪っていうかね、最も悲惨な難民問題っていうふうなことが言われていて、まあ、当然その難民問題の、ね、半分の人たちは何の罪もない子どもたちですよね。まだ物心が全然ついてない子どもたちです。やっぱそういった人たちがこの地球の中にいると、74億人の中にいるっていうのをやっぱりこう知るってことが大事だと思うんですよね。ね、まあ、マザー・テレサがね、あの言ったもう超有名な言葉の中で、ね、愛の反対は、ね、憎しみではなくて無関心という言葉を言いましたよ ね。愛の反対は憎しみではないと、ね、無関心ですと、ね、結局その、ね、憎しみっていうのはまだ相手に興味関心を持ってるってことですよね。無関心というのは本当に興味関心がないということです、ね、だからやっぱりね、少なくても興味関心を持って、ね、同じ地球同じ、ね、世界の中にやっぱそういった人たちがいるということですよね。まずそれをやっぱり知るってことが大事だと思います、ねね、ものすごい小さなことしか実際できないわけですよ、まあ、そういった問題が起きてるってことを知って、まあ、興味関心持って、まあ、できることといったら、もうその人たちに直接ね、その難民の救援活動を行っている、ね、専門家とか専門組織に対して、ね、お金を寄付するとか、そういったことぐらいしかやっぱりできないわけですけど、それでもね、できることがあるならばやっぱり直接やると、ね、それ小さいことだから、こんなのやってもやらなくてもどっちでも同じだよとかっていうのを、もしね、全世界74億人の人が考えてたら、本当に物事って全く良くなっていかないですよね。だけど、いや、こんな小さなことね、やってもやらなくてもどっちでも同じだよっていうことを、1人やり5人やり10人やりっていうことでやっていけば、やっぱり物事ってね、どんなにちっちゃくても、どんなに少しだったとしても、やっぱり良くなっていくわけですよね。だから、まあね、今回の、まあね、ロヒンギャ問題の、ね、第3回の今後の解決法ということで、まあ、理想と現実という話を、ね、両方聞いていただいたんですけど、まあ、理想としてはやっぱりアウン・サン・スー・チー、ね、最高顧問が、ね、情報開示して決断して、ね、何らかそのご自身の責任を持ってはっきりと、ね、ご自身の言葉で、まあね、全世界に対して、ね、現状と、ね、理想と今後のことっていうのをしっかりと発表していただきたいなと、指導者しかできない決断っていうのをぜひね、行っていただきたいなっていうのが、まあね、理想的な解決法ということで、で、まあ、現実的な、実際じゃあ体を使って何ができますかって言ったら、やっぱり世界の中でこういう問題が今起きているということを知ると、で、そしてそれに対して興味関心を持つと、ね、少なくてもそれを知ってても興味関心があって、そしてもしできるということであれば、やっぱりね、本当に小さなことかもしれないけれども、ね、その、ね、本当に1日分とかね、
1週間分の食料かもしれないけれども、それに該当するようなお金っていうのを、まあ、専門家とか専門機関に寄付して、まあね、心くばかりの支援を行うということですよね。まあ、そういったことっていうのをでもね、やる人が1人でも2人でもね増えていけば、ね、少なくてもね、その人たちが何もやらなかった時よりは、まあ、世界とか地球とかっていうのはね、まあ、良くなっていくというふうにやっぱり信じています。でやっぱりね、親としての最高の責任っていうのはね、やっぱりね、その自分たちの住んでた時よりも子供たちとか孫たちにもっと素晴らしい世界、もっと地球、ね、素晴らしい地球っていうのをね、やっぱり受け継いでいくことだと思うんですよね。渡していくことだと思うんですよね。そのためにやっぱり決断と行動しかないわけです、ね、もう決断と行動によってしか自分たちが住んでいる地球っていうのを、もっと素晴らしい地球、もっと素晴らしい世界っていうのを子供たち孫たちに渡していくってことはやっぱりできないので、その決断その行動っていうのはやっぱり常にやり続けていくと、ね、その決断その行動がそのね、他人から見て、世界から見て、地球から見てどれほど小さなものだったとしても、それでもやっぱりやらなかったよりはやった方が明らかに、ね、世界に対して地球に対して貢献することができるというふうに信じています。もしね、一人でも多くの方がね、今回の、ね、動画の話でね、この問題に対して興味関心を持ってね、何らかのね、決断行動っていうのをしていただいたならば、非常にこうね、話をね、聞いていただいた甲斐があるかなというふうに思っています。はい。もし今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。